はい、皆さんこんにちは。先日アップルの発表会が9月16日の深夜2時に開催されるということが公開されました。毎年この9月のアップルの発表会でハードウェアの新作がねお披露目されるので、今年も何かしら新しい iPhone だったりとか、あと iPad が出ると思います。で、私は去年この現地のアップル発表会に招待いただいて、アメリカ本場のねこのアップル発表会をこの目で見てきたんですけど、もう本当にね毎年何かしらの感動がやってくるので、今年もめちゃめちゃ楽しみにしてます。で、今年はですねオンライン開催なので、16日の深夜2時にですね、ちょっと夜な夜な見たいなと思っています。で、今日なんですけど、この新製品が出るタイミングで iOS と iPadOS も新しくなってより便利になります。なので今日はちょっと一足お先にその新しい iPadOS14 っていうのの新機能を紹介していきたいと思います。で、今回私のチュートリアルはベータバージョンっていうのを使ってやっていくんですけど、正式に公開されるのはこの16日の発表会のタイミングだと思います。なので皆さんちょっと予習がてら見てもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ一番初めすごい大きい変化があったアップルペンシルからやっていきます。アップルペンシルに新しくスクリブルっていう機能がつきました。で、これ何かっていうと、アップルペンシルでこういう検索バーのところとかに手書き文字を書くと、テキストに勝手に変換してくれます。で、これ今までだったら検索しようと思ったらいちいちアップルペンシルを画面から離して、で指でタイピングしなければいけなかったんですけど、そういう煩わしさが一気になくなったので、すごいアップルペンシルユーザーにはいい機能かなと思います。ただ今のところ日本語が対応してなくって、英語と中国語のみみたいですね。時期に日本語対応するとは思うんですけど、今のところ、英語検索のみでお願いします。で、今サファリでスクリブルの機能試してみたんですけど、これ別のアップル純正アプリでもこのスクリブルは対応してます。例えば今カレンダーのアプリで新規スケジュールをねこうやって立ち上げてみたんですけど、このタイトルのところをですね手書きで書くと簡単に、こんな感じでテキストに変換してくれます。で、後から追加で文字を手書きで書いても、その間にちゃんとスペースをね入れてくれたりするので、結構気が利いてていいなと思いました。で、あとはこのロケーションのとこですね、位置のところもスクリブル対応してます。で、例えば自宅とか登録しておくと、こうやってホームって英語で書くと自宅が検索されると思います。で、あとは郵便番号とかね、数字だとヒットするので数字打ってもらって郵便番号検索とかもできます。で、あとはリマインダーとかももちろんこんな感じでできますし、あとは純正アプリじゃないアプリ、アップストアからダウンロードするアプリとかもこのスクリブル対応してるやついっぱいあります。で、今回はちょっと純正アプリでのデモになっちゃってるんですけど、他のアプリでも検索バーとかがねあるアプリはほとんど対応してるので、ぜひ皆さんいろんなアプリでスクリブル使ってください。で、あとは純正のメモアプリなんですけど、今までこんな感じで下にパレット出して、でボールペン取って手書き文字を書くみたいな感じでやってたんですけど、この下のパレットに新しく A っていうペンが一番左側に出現しています。見えますかね、この A ってやつなんですけど、これを選択して手書き文字書くと、それがテキストに変換されるような仕様になってます。こんな感じでね一瞬で変換してくれます。で、結構汚い文字書いてもちゃんと変換してくれるので、これは使えますね。で、このスクリブルなんですけど、テキスト変換だけじゃなくて図形変換もすごく綺麗にしてくれます。例えばこの iPad のところね、今適当な四角形になってますけど、こうやってギュッてホールドしてると綺麗な長方形に作り変えてくれます。で、これ三角形とか丸とか星とか、あと矢印とかもね全部こうギュッてホールドしてるだけで、変換されるのですごくいいと思います。とっさにメモアプリ開いてメモ書く人いると思うんですけど、そういう時にこの図形ツールがあったら簡単に綺麗なインフォグラフィックとかがね書けるので、ぜひ使ってほしいなと思います。で、2つ目がサイドバーの表示ですね。サイドバーの表示は写真アプリでやるのが一番わかりやすいかなと思うんですけど、写真アプリ開くとこんな感じで左にサイドバーがついてます。今までねこういうのついてなかったんですけど、こういうサイドバーがいろんなアプリで表示されるようになってます。で、これすごくいいのがサイドバーの下の方にアルバム一覧がねこんな感じで出てるんですよ。
で今までアルバム整理するのね結構めんどくさかったんですけど、今だったらこの写真アプリを複数選択してこう長押ししてグッとね左側のサイドバーにドラッグするとそのフォルダの中に格納されるので、アルバム整理っていうのがねめちゃくちゃ早くなるかなと思います。で、この写真アプリが立ち上がってる状態で外付けハードディスクをちょっと挿してみました。そしたら、ちゃんと左側のサイドバーのところに外付けハードディスク認識されましたね。このルミックスっていうところ新しく出てると思うんですけど、これが外付けハードディスクです。でこれ押して、インポートすることもできるし、以前までだったらファイルアプリですね、ファイルアプリの方でもちゃんとこのサイドバーのところに外付けハードディスクが認識されているので、どちらからでもこう写真とか動画とかがですねインポートできるようになってます。で3つ目が検索バーです。検索バーは上からシュッてするとねこうやって検索バー出てくるんですけど、今までだったら画面全体を検索バーで覆いかぶさってたんですけど、それがこういうちっちゃいポップアップ表示になってます。で例えばなんですけど、これアプリの名前検索すると、エンターを押すだけで自動的にアプリが開いてくれます。で今までだったらアプリの名前検索してそのアプリのアイコンをポチって押さなきゃいけなかったんですよね。で今例えばちょっとルマフュージョンって言ったんですけど、プロクリエイトって打ってエンターを押すとこんな感じでプロクリエイトのアプリが勝手に開くような感じになってます。であとはユニバーサルサーチって言って検索の能力がすごく上がっています。で今ちょっとプロクリエイトっていうワードだと分かりにくいと思うんですけど、例えば検索タブのところに言葉を打つと、資料の中身の方まで、検索をかけてくれるっていう感じです。プレゼン資料だったらプレゼン資料の中の検索ワードを引っ張ってくれたりとか、あとはファイルアプリに保存してる資料の中身を、検索してくれてここにヒットを出してくれるっていうようなのがユニバーサルサーチですね。かなり検索のヒット数が多くなるというように思っていただければいいんじゃないかなと思います。であとはこれ、一つの言葉だけじゃなくって文章でも検索してくれます。例えばこれ、富士山の高さはいくつって検索したらたくさん候補出てきてますね。以前のバージョンだったらこの候補すごく少なかったんですけど、めちゃくちゃたくさんここに、候補が表示されるようになってます。で次が Siri ですね。Siri も声をかけた時に全体画面表示になるんじゃなくって右下にちっちゃいポップアップが表示されるようになってます。ちょっとやってみますね。 Hey Siri、 今日の予定は？予定が3件あります。16時に動画、19時にアドビ、20時にライブ配信告知サムネ。はい、こんな感じでできます。右下にねポップアップ表示がされるだけなんで、他の作業してる時もあんまり邪魔されなくていいなと思います。で次がウィジェット表示ですね。ウィジェットは左からシュッてしたら出てくるやつなんですけど、これの表示がパネルの表示になりました。こうやって枠でね区切られていくかと思います。でこれiOS の方だとアップライブラリーって言って、このパネルをですねホーム画面の中に入れ込んだりすることができるんですけど、iPadOS の方は残念ながらできないですね。こうやって入れようとしても弾かれちゃいました。まあ、なんですけどこのウィジェットね左の表示がとても見やすくなったので、自分なりにカスタマイズするといいかなと思います。で次が着信時の画面ですね。電話があった時に以前だったら大々的にこう電話がありましたって言って電話番号すごい表示されたりするんですけど、これからはこんな感じで上にポップアップが表示されます。で出たかったらここに出ればいいし、出たくなかったら上にシュッてスワイプすると消えていきます。なんで iPad で着信取ることなんてまあほとんどないと思うんで、この機能ねもうちょっと早く取り入れてほしかったなと思うんですけど、まあこれからはこうやって邪魔されないようにね作業に集中できるかなと思います。で最後が iPad の新機能っていうか AirPods の新機能なんですけど、AirPods のデバイス間の切り替えがすごく楽になります。で今までだったらこの上のコントロールパネルのところから iPhone に切り替えたり iPad に切り替えたりってして結構めんどくさかったんですけど、これからはですね使ってるデバイス一旦こう画面閉じます。で、次 iPad の方に切り替えますってなったら、画面ついてる方をちゃんと認識してくれて、それで勝手にこんな感じでね接続してくれます。これめっちゃ良くないですか？なので作業をね iPhone から iPad に切り替える、 iPad から iPhone に切り替える時に AirPods も一緒についてきてくれるような感じなので、すごくはかどるなというか便利だなと思います。
はい、ということで以上 iPadOS 14の新機能まとめでした。いかがだったでしょうか。個人的には Apple Pencil でできることがめちゃくちゃ増えてるので、すごく今回のアップデートはね、興奮しました。皆さんが好きな機能だったりとか、こういうのもあるよっていうのをですね、コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。で、Apple の発表会が9月の16日の、朝の2時ですね。9月の15日の深夜26時です。ちょっとこれね、ややこしいので皆さん間違わないようにしてください。YouTube で、多分 Apple の YouTube でね、公開されると思うので、何があるか楽しみですね。皆さんちょっと夜中起きて一緒にね、見れるといいなと思います。はい、ということで、皆さんよかったらいいねボタンも押してください。新しい iPad ね、どんどん使いこなせるように、私もどんどん情報発信していきますので、引き続きよろしくお願いします。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。次回の動画も楽しみに。バイバイ。